誰もが少し散らかり始めると、どんどん散らかって脅かして、そしてその脅かしたことがあなたの運命にどう関わっているか、その全てのメカニズムを今日はお伝えしたいと思います。こんにちは、矢野圭三です。コンスマイチャンネルへようこそ。今日はですね、汚い部屋で運気は上がるのか、結論は〇〇という話をねしていきたいというふうに思います。汚れている部屋のことを汚部屋というふうな言い方もよくするんですけども、この汚部屋でですね、幸運度アップさせることは本当にできるのだろうかって話をしたいと思うんですよね。でここでね、今回のこの動画を見ていただいたら、汚部屋の心理的背景と幸運を引き寄せるための視点っていうのをね手に入れることができるようになりますので、よかったらね最後までご覧ください。そして動画の一番最後に今回のねワンポイントアドバイスというコーナーもありますので、最後まで楽しくねご覧いただけると嬉しく思います。そして最近チャンネル登録いただいている方から喜びの声たくさんいただいているんですけども、この動画シリーズを見続けて本当にどんどん流れが良くなったっていう声もたくさんいただいています。よかったらこのタイミングでねチャンネル登録まだの方はチャンネル登録をいただいて、そして日々のね流れを良くするということにうまくね使っていただけたらというふうに思います。よろしくお願いします。ではですね、これからまず、なぜ部屋が、散らかっていくのかのメカニズムのね話をしたいというふうに思います。ここでね私が、空間心理学的な背景からすごくね納得できる理論があるんですけど、その話からいきたいと思います。これがですね割れ窓理論っていうんですけども、この割れ窓理論っていうのをご存知でしょうかというところからスタートしたいと思います。どういうことかというと、例えばこのようにですね建物に窓がですね割れ始めると何が起こるかというと、その割れてる窓がある建物っていうことに対してだんだんね罪悪感が薄れるような流れになってくるんですよね。そうするとですね、他の割れていない窓も割ってやればいいやみたいな形になって、他の窓もね割られるようになって、そしてどん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 それがですね罪悪感がなくなっていって、そしてその場所がですね軽犯罪の温床になっていくという流れがあるんですよね。そしてこの軽犯罪の温床になっていった後に何が起こるかというと、やがて重大犯罪が起こるような場所になっていくっていうのがあるんですけど、このことをですね割れ窓理論っていうんですけども、実はねこれっていうのは何がわかるかというと、実はね環境が人の意識をね支配しているっていうことがわかると思うんですよね。初めは綺麗な窓だったにもかかわらず、そこが割られてですね、でどん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 その雰囲気に対して人がどんどん罪悪感をなくしてやっていってしまうということで、環境が人にどんどんそういう影響を及ぼす、これがですね実は空間心理学的にも非常に、ある意味いい部分と悪い部分、この例は悪い部分に引っ張っていく例だというふうに思っていただいたらいいんですよね。でそれに対してこの汚部屋っていうのはどういうふうにしてできるかというと、例えばね、普段、散らかっていない部屋が少しずつ散らかってきたというふうになります。そうするとですね、散らかってる状態が、気にならなくなってくるみたいになるんですよね。散らかってることに罪悪感とか違和感感じなくなってくるという感じなんです。そして徐々にどうなっていくかというと、先ほどの割れ窓理論と全く同じで、散らかっている部屋にふさわしい自分みたいな、どん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 散らかっていって、その部屋に住むのが普通なんだみたいになってくるんですよね。そうするとですね、汚部屋のような場所に住んでいる私っていうのは、綺麗な場所に住んでいた私に比べて価値がないっていう風な、空間心理学的な作用が働くんですよね。なのでこれがですね、さらにどんどん散らかる流れになって、そして、汚部屋化していくっていう風になるんですよね。そうすると汚部屋になってしまうと、汚部屋にふさわしい人間という意識になっちゃうんですよね。なのでそこから抜け出すことができないというふうな、すごくある意味その環境に洗脳されるような側面があるということなんです。でこのね、汚部屋に洗脳されると本当に自分の自己価値が低いっていうふうな状態になっていくので、例えばね正当な価値を受け取れなくなったりするんですよね。なので例えば何かの仕事をした時にいただくお金がですね、すごく低く抑えられる状況に、それがまあ仕方がないというふうにして受け止めてしまったりとかですね、人から何かお礼として何かを、渡してくれる時にですね、いやいやそんなことまでしてもらおうと思ってやってなかったらっていうふうにしてですね、ある意味こう自分の価値をどんどん下げてしまうということになったりするんですよね。これがですね、汚部屋の本当に、人の心に与える、すごい深いところなんですよね。で本当にこうなってくると幸運になれるはずがないと心の深いところでね確信してしまうような流れが出ちゃうんですよ。なので、結論としては汚部屋で幸運を引き寄せるのはほぼ無理だというふうに思っていただきたいんですよね。
いいでしょうかね。本当にね、散らかっている部屋で幸運を引き寄せるのはかなり難しいと思ってください。でこういうふうな話をすると、何々さんの家は散らかってるけどもお金持ちだっていう話をされる方がたまにいるんですけど、それね、特殊会だったりするんですよね。なので特殊なケースももちろんあるんですけども、そういうね、お部屋っていうものが人の心理に与える背景というのはね、今説明したような背景通りなので、本当にね、自分の価値を下げていってしまうということになってきます。ただですね、そういうふうに言うとですね、さらにでも本当に部屋が散らかっている人は全員ダメなのかって話もね、やっぱしね、食い下がってくる人がいるんですよね。そこで、実はここでね、私も実はいろんなことを研究して、普段から家作りとかもしてる背景から言ってですね、面白いこともね、実はあるんです。ところで次の人たちに共通することは、アインシュタインであったり葛飾北斎、あとはね、スティーブ・ジョブス、このね、3人に共通していたことが何かっていうことがあるんですけども、それがですね、例えばこれなんですよね。はい、これアインシュタインなんですけども、アインシュタインのこれ机の上見てください。すごくないですか。はい、これね、この写真だけ見るとお部屋だったっていうふうに見えるんですよね。お部屋じゃなかったかもわからないですけども、かなり散らかっているのがわかりますよね、この雰囲気からするとですね。そうするとですね、じゃあどうしてアインシュタインとかはですね、どん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 いい流れを作っていったりとかしたのかとかですね、葛飾北斎もですね、実はすごくお部屋だったっていうのが有名な話なんですけども、なんで葛飾北斎がどんどんそういう絵をたくさん描くことができたのか、これがですね、何が違うのかっていうことをね、合わせて知っておいてほしいなと思うんです。もしかしたら、お部屋なのか、それともこの人たちと同じようなタイプの人たちなのかっていうことを見分ける、方法が一つあるんですけど、最後にね、その話をしたいと思うんですよね。彼らは何をやっていたかっていうと、頭の中身を空間に棚卸ししてるということをやってたんですよね。なので例えばですね、散らかってる人の場合はもうどこに何があるか全然わからない状態になったりするんですけども、例えばアインシュタインとかですね、そういった人たちは机の上にいろいろなものを置いてるんだけど、あの話はここだったっていうふうに手を伸ばしたらそこにそういう資料があるというふうにしてですね、実はですね、頭の中を棚卸ししてる状態が周りに出ていたっていう感じなんですよね。なのでこの違い大きいんですけど、どこに何があるかが確実に把握されてて、そしてそこからこう出し入れするっていうふうなことをやっていたということで、これなのは一言で言うと何が違うかというと、散らかってる家と散りばめている家ということですね。そこは大きく違うんですよね。散らかってるのはもう自分の意思のコントロールの範疇を超えたところで、散らかってしまっている。そして散りばめてるっていうのは自分の頭の中身を、こういうふうにしてやって、出してですね、それが空間の中にそういう形で散りばめてるんだっていうところは違ったりするんです。なのでこれはね、最終的に分かっていただけるんですけど、似て非なるものなんだということなんです。なのであなた自身が、把握できていない状況であれば、それは確実に改善した方がいいということなんですよね。ということで、最終的にもう一個だけお話しすると、どうやれば改善できるのかっていう話なんですよね。お部屋になっていった背景からすると、それを片付けるのはかなり難しいというふうに思うんです。その時にですね、やはりおすすめなのは、専門家に入ってもらうっていうのがね、非常にいいんじゃないかなというふうに思います。この幸運住まいチャンネルを見て、初めて専門家に頼むっていう話を聞いて、初めて専門家に入って、いろいろと家の中をきれいにしてもらったら、もうびっくりするぐらいですね、家の中が改善できて、そして今それをキープするようにどんどんしていくようになってきたって話があるんですけども、実際そういうね、話もたくさんいただいたりしてるので、よかったらね、もしあなたの家とか、知っている人の部屋がお部屋であれば、プロに入って片付けさせるっていうこともね、一つの視野として入れていくのがいいんじゃないかなと思います。ただ、このね、強制リセット的なことをしてもどうしてもリバウンドしてしまう傾向っていうのはあるんですよね。一回片付いて1ヶ月後行ったらまた同じようになっていたっていうケースも実際あったりするんですけども、それがですね、あったとしても、まずはですね、プロが入ってきれいにするっていうのが大きなきっかけになるっていうことがあります。そして、合わせてやっていただきたいことがいくつかあるんですけども、私が提唱している1日10分掃除っていうのをやるということですよね。そしてできればお部屋化した人たちっていうのは、心の背景に自己価値を下げていったっていうところがあるので、できれば心理カウンセラーのような人たちに心を整えると、そしてきれいな部屋に住むことが自分にはふさわしいんだっていう心の状態に仕上げていくっていうことをね、やることが最終的にすごく大切かなというふうに思います。なので今話したのはですね、心の内側の環境と、そして周辺のお部屋だったところをきれいに整える外側の環境、この両方を整えることで最終的に、お部屋からですね、脱出できるというふうに考えています。
ということで、ね、今日初めは、割れ窓理論から話をして、そして一回ハマっていくとなかなか抜けにくいんだということも知っていただけたと思います。そして、大部屋とあとはアインシュタインのような、ものをね散りばめていた人たちの違い、そこのところも把握していただいた上で、最終的にやはり大部屋っていうのは、自分でなかなかできなければプロとか友達とか入っていただいて、そして確実にきれいにして、そしてその後1日10分掃除と、心理カウンセリングを受けると、この流れでですね確実に脱出することができると思います。なので今日のね、テーマからいくと、お部屋ではうまくいかないんだということを根底にぜひね、最後にお伝えしたいのは、実践できそうなところから実践してね、ぜひねこう実感するということをしてみてください。はい、よかったらですね、今日の感想、コメント欄からどしどしお寄せください。毎回ね、楽しみに拝見しています。あと質問がある方もコメント欄からお寄せください。個別にお答えするのはなかなかできていないんですけども、またね、質問いただいた内容を動画で取りまとめてお伝えするようなこともしていますので、少しね、首を長くしてお待ちください。はい、そして、私は、普段ですね、公式 LINE っていうのをやっています。この公式 LINE ではですね、ここに挙げているような5つの動画と、ここに挙げていないスペシャルプライスのですね、サプライズですかね、の、動画もあったりしますので、興味がある方はですね、概要欄の一番上に詳細がありますので、そこから、リンク先を押していただくといろいろと見れると思いますので、ご覧ください。はい、ということでそろそろ終わりになりますけども、チャンネル登録がまだの方はチャンネル登録と、グッドボタンの方もね、忘れずに押してくださいね。よろしくお願いします。はい、そして最後に一つお知らせをさせてください。私は普段ですね、幸せなライフスタイル研究所というオンラインサロンをやっています。このサロン内でしかお伝えしていないような、ぐんぐんですね幸せを引き寄せる、金運を引き寄せるようなライフスタイルをどう作ればいいかというような話をしたりとかですね、毎月のサロンメンバーの個別のですね運気の活用法の話をしたりとか、あとはね月に1回から2回の、直接私に音声で質問ができる、Facebook ライブなんかもやっています。興味がある方は、概要欄の中段ぐらいに詳細が書いてますので、よかったらねご覧ください。はい、ということでね、最後になりますけども、今回のワンポイントアドバイスをしたいと思います。ワンポイントアドバイスはですね、この割れ窓理論っていうのをしっかり理解して、もしね汚部屋化する手前の方は、汚部屋化する手前で気づいてハッと思ってですね、一生懸命片付ける、1日10分掃除で確実に片付けるということをやってください。そして今日の話を聞いてもすでに自分の部屋は汚部屋化してると思った人は、ぜひね周りの人に助けを求めて、専門家に入ってもらうなどしてですね、強制リセットをかけるということをね、初めのアクションとしてしようというふうにして決めていただけれたらなというふうに思います。はい、ということでね、今日の話はこれで終わります。今日一日があなたにとって本当に素敵な日になることを心からお祈りしています。最後まで聞いていただいてありがとうございました。